人民統一候補はスペインの政党。日本語では民衆統一候補や人民連合などとも表記される。主にカタルーニャ州で活動しており、カタルーニャの独立を強硬に主張している。2012年カタルーニャ自治州議会選挙では初めて議席を得た。2015年カタルーニャ自治州議会選挙では10議席に躍進した。 2017年カタルーニャ自治州議会選挙では4議席に後退した。2012年から2015年までカタルーニャ州議会議員を務めたダベド・フェルナンデス2003年の地方自治体議会選挙ではカタルーニャ州の10自治体に候補者を擁立し3自治体で計4議席を獲得した。さらに8自治体では地元の選挙連合の一部となった。 2007年の地方自治体議会選挙では相当票数の0.65%となる計1万8000票を得てカタルーニャ州の17自治体で計26議席を獲得した2011年の地方自治体議会選挙では総得票数の2.16%となる計6万2000票を得て得票数でカタルーニャ州6番目の政党となったカタルーニャ州の 計9 4 7自治体中80自治体で候補者を擁立し、104自治体で議席を獲得した、ほか4自治体で主張の座を得た。2012年の2012年、カタルーニャ自治衆議会選挙では初めて自治衆議会選挙で候補者を擁立し、126,219票を得て135議席中3議席を獲得した。 2014年の政治集会2015年の地方自治体議会選挙では、前回の2倍以上となる163自治体に候補者を擁立し、7.12%に当たる計22万1746票を得て、前回の3倍以上に当たる372議席を得た。前回の4倍以上に当たる14自治体で主張の座を得た。 カタルーニア州で3番目の人口を有するバダロナでは、人民統一候補を含む選挙連合が2位となり、主張指名投票では、他の左派政党と提携して、主張の座を得た。カタルーニア州の州都バルセロナ、ジローナ県の県とジローナ、リエイダ県の県とリエイダ、タラゴナ県の県とタラゴナ、ルスピタレート・ダ・デュ・ブラガーと、タラサなどの有力都市でも、議席を得ている。 バレンシア州では4自治体で候補者を擁立し、ペドラゲールとウルハショットで1議席ずつ獲得した。2015年カタルーニャ自治州議会選挙で候補者リスト筆頭となったアントニオ・バニョス2016年から2017年のカタルーニャ州議会でスポークスパーソンを務めたアンナ・ガブリエル2015年9月27日の2015年カタルーニャ自治州議会選挙では 人民統一候補イコールクライダ・カンスティッチントという選挙連合で臨み候補者リスト筆頭にはジャーナリストであり著作家であるアントニオ・バニオスが選ばれた前回選挙のほぼ3倍となる33万6375票を得て135議席中10議席を獲得したこの選挙では過半数の議席を獲得した政党が なかったが、62議席を獲得したジュンツパルシは仮に、人民統一候補と組むと過半数の議席に達するため、人民統一候補は、州首相指名投票で重要な役割を担った。人民統一候補は、現職のアルトゥールマスが、州首相の指名投票に立候補することを拒否し、ジュンツパルシとの数ヶ月もの交渉の後、ジローナ市長のカルラスプッチダモンを、 州首相候補とすることで合意に達した。州首相指名投票では、人民統一候補の10人の議員のうち8人は、プッチダモンに投票し、2人は棄権したが、州首相には、プッチダモンが選出された。2017年12月21日の2017年、カタルーニャ自治州議会選挙では、得票数を6番目の195万2464票に減らし、 10議席から4議席に交代した。ありがとうございます。